もしもし、副会長？こちら姫宮通りです。ついにドリフェス S1 当日ですね。僕たち生徒会の意向を関係者各位および無能な一般大衆へと誇示できる祭日。ともあれ定時報告です。夢の先学院校門前というか受付前は異常ありません。客の入りは平常通りで、前回比としては誤差程度。やっぱり夢の先学院の公式ドリフェスは学院内外の注目度が高いですね。行動がちょっと立ち見客で溢れるぐらいの人数です。今のところ入場制限をするほどじゃないっぽいですね。とはいえ客はこれからどんどん増えると思いますので、グラウンドに大型ディスプレイを設置という副会長の指示もドンピシャです。さすが。でも所詮は学生のライブなのによくこんなに集まりますよね。テレビ局とか雑誌記者なんかも続々と来てますよ。もちろん優先的にいい席にご案内してます。一般客は余計な騒ぎなどを起こしたら出入り禁止になるからか、お行儀よくしてます。小さな小競り合いすらなくて平和なものです。群衆がごった返してて爽快ですよ。マスゲームみたい。校内の生徒たちも意外とおとなしくしてるっぽいですね。一般公開されるドリフェスは校外からの客に優先的に講堂の座席で見てもらう。生徒は各々の教室で観戦っていうルールもきちんと守られてるっぽいですよ。ちょっと拍子抜けですね。いろいろ気な臭い噂もあったけど、今のところ順調そのものですという感じでした。報告は以上ですけど、何か質問はあるでしょうか。いや、問題ないようならいい。世は全てこともなし。休日なのに働かせてすまんな、姫宮。俺はどうも心配性に過ぎる。英知、会長は未だ入院中だし、今回のドリフェスにはイサラも演者として参加するようだ。
故に人手が足らんので困っている。姫宮が働き者で助かる。ふふん、もっと褒めてくれていいんですよ。どうせ面倒な仕事は全部下僕に押し付けてますからね。気楽なもんです。うちのユニットはリーダーの会長が入院してて活動休止中ですし、そういう副会長こそ今日はドリフェスに出場するはずなのにバリバリ働いてて大丈夫なんですか？ S1 は学院に全権を委譲された生徒会の仕切りだからな。手を抜くわけにもいかんだろうが。事務仕事および S1 の会場警備やら生徒や教師への連絡やらその他諸々で多忙の極みだ。猫の手も借りたい。とはいえ不確定要素を抱え込むのも得策ではないからな。助っ人を頼むわけにも。俺たち生徒会で全てをこなさなくてはならん。とはいえ当面のところはつつがなく進行しているようだな。夢の先学院は今日も平和だ。完璧な秩序が保たれている。この俺がいる限りバカどもに好き勝手はさせん。